富士通富士通モバイルコミュニケーションズアローズ ISW11 回アローズ ZISW11 回は富士通東芝モバイルコミュニケーションズによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のストレート型スマートフォンである i ズシリーズの一つ CDMHXWIN 及び YMAX に対応なお 雑誌などの書籍では、富士通製になっていることが多い。製造型版は、富士11。au の2011年冬モデルの中で、防水、ハイスペックスマートフォンと位置づけられ、アローズシリーズの筆頭機種となった。富士通ブランドとしては、初となる au 向けスマートフォンで、モバイルワイマックスに対応した、ハイエンドに位置づけられるモデルである。au では、 初めてのデュアルコア CPU であるオモアップ4430を採用している。滑らかで吸い付くようなタッチ感があると宣伝されており、サクサクタッチパネルと謳われている。防水、防塵性能を有し、公式、テザリングにも対応している。カメラにはソニー製のシ面照射型 CMOS イメージセンサー、XMAR、R4 モービルが採用されている。ディスプレイには、 au 端末としては初めて HDA 機種が搭載される。なお、ディスプレイ方式は TFT で、色配列は RGB ストライプ式。バッテリーの型番は TSI-12R であり、Windows 4 is 十二 t と同じ。マイクロ USB は充電とマスストレージ機能が利用できるほか、変換アダプターの使用により、USB メモリーやキーボードマウスなどを利用できる。 また、キーボードとマウスは Bluetooth による接続でも使用できる。ホーム UI は富士通独自の NX コンフォート UI のほか、au 標準のオーシャンオブザーベーション社の UI、au ホーム、Android 2.3標準のランチャーの3つが用意されている。ただし Android 4.0にバージョンアップした場合、au ホームは削除され、 NX c o フ f o r t UI と Android 4.0標準のランチャーに変更される。現在発売されているマ m a x 対応スマートフォンの中で唯一音声通話中の、w、i m a x によるデータ通信に対応していない。本機はモバイルネットワークをオフにした場合のマ m a x 接続ができず音声通話中のモバイルネットワーク切断と合わせて発生する事象である。 なお2011年12月28日に開始した、モバイルワイマ m a x における 64QAM による、上り最大 15.4Mbps の通信には、期待応となっている。2013年現在、アローズシリーズで唯一、通常サイズの SIM カードを採用している機種である。以下の一覧には、プリインストールされているもの、au マーケットにて、ダウンロード対応するものが混在する。 PC 向けウェブブラウザが標準装備されており、フラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。2011年12月26日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。2012年2月20日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。なお AU によると、 このソフトウェアは2012年3月29日のアップデートのために必須とのこと。なお、アップデートする際にはバックライト消灯時間を30分にしてから手動でのアップデートをする必要がある。2012年1月19日に携帯アップデートが公開されたもののソフトウェアの不具合が確認され、これらの修正を含め2012年3月29日に 以下のソフトウェアが携帯アップデートによって公開された。2012年4月19日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。2012年7月5日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。これにより本機種のアップデートは IS12T に次ぐ7回となった。2012年11月13日に Android 4.0 3への OS アップデートが実施された。ドコモ向け兄弟機 F-05D は11月8日にアップデート開始済み。なお、通常の携帯アップデートではなく、専用アップルによる更新。2012年11月13日より、本機種に Android 4.0、3への OS アップデートが提供されている。アップデート後は元に戻すことはできない。 OS アップデートにおける主な変更点は次の通り。本機は、使用上、他の機種に比べて発熱しやすく、高温になると一部機能が停止する機能が付属されている。ただし、Android 4.0、3へのアップデートで対策が取られた模様。本機に同梱されている注意書きには、通話、インターネット、カメラ、アプリなどを長時間使用したり、 充電しながら使用すると本機が熱くなることがあります。もし本機が熱くなった場合、充電、またはご使用中の一部機能を停止することがありますが、故障ではありません。そうなった場合は、本機の温度が下がってから使用してください。と記載されている。ありがとうございます。